はい、お母さん頑張って、もう少しですよ、かなこ頑張れ。ねえねえねえ、はい、お疲れ様でした、元気な男の子ですよ、かなこ頑張ったな、ありがとう。この子が私たちの子、生まれてきてくれてありがとう。ねえパパ、今たかし喋ったわよ。何、本当か？ほら今ママって、本当だ、パパって言ってるぞ。何言ってんのよ、ママよ。いやパパだろ。ママ、ほらお父さん、たかしボール持ったわ、ビデオしっかり。わかってるよ、俺だってサッカーやってたんだ。あ、たかしゴール決めたわ、すごい。やっぱり父さんの目に狂いはなかったな。万年補欠のお父さんが何言ってんのよ。何、あ、やば、録画回してなかった。もう何やってんの。たかし、私気づいたの、ずっと前からあんたのこと好きだったみたい。みゆき、ありがとう。でも俺は今はサッカーにそう言うと思ってた。返事はまた今度でいいから、サッカー頑張ってよね。日本代表目指すんでしょ。ああ、交通事故ですって。飲酒運転のトラックが歩道に突っ込んできたらしいわ。小さい子供をかばってお父さんが巻き込まれたって。息子のたかしくん今年高3でしょ。サッカーで将来有望だったらしいのに、お気の毒よね。サッカーやめちゃうの。やめるも何も、親父がいなくなっちまったんだからしゃあねえだろ。学校辞めて働くよ。サッカーの夢も終わりだ。皮肉なもんだよ、親父にサッカー始めさせられて、親父にサッカー辞めさせられるなんてよ。まあでもよかったかもな。あの時の返事、今なら別に付き合ってやっても。私が知ってるたかしは人のせいにしてひねくれるやつじゃない。お父さんだって死にたくて死んだわけじゃないのよ。そんなやめ方絶対後悔するに決まってる。たかしのバカ大嫌い。もっと叩き方あんだろ。はい田中君、これ今月の分。ありがとうございます。あと、もしよかったらこの後飲みにでも。あー、すみません、僕この後用がありまして。すみません、失礼します。また断られてしまったな。あれ、店長知らねえすか。どうしたんだ。田中隆って元第三高のエースストライカーで日本代表候補にもなってたやつなんですよ。で、事故で親父さん亡くしてから高校辞めて、自分で学費稼ぎながらサッカーやってるって前テレビでやってましたよ。そうなのか、すげえっすよね、ああやって夢追いかけて。俺もあんな風になりたかったな。あ、店長、おごってくれるなら俺一緒に飲み行ってもいいっすよ。フォワード田中隆。U22 の、センターフォワードとして、貪欲にゴールを狙っていきたいなというふうに思っております。やるじゃん隆。3年くらい前はもうサッカーやめるとか言ってたくせにさ。うるせえよ。なあみゆき、あの時の返事まだしてなかったんだけどさ、今度の国際大会でゴール決めたら聞いてくれるか。レッドカードで退場になんないようにね。お前、人が真剣な話してんの冗談だよ。ゴール決めなかったら許さないから。ゴール。
田中3点目この大会3度目のハットトリック、サムライブルーのスタンド狂気乱舞。おいおいみゆき、それマジでやってんのか。下手くそすぎんだろ。どこかの日本人初バロンドール選手より下手くそで悪かったですね。おいおい、いじってんのかそれ。単純に拓也の方が上手だって言ってんだよ。わーい、パパに褒められた。本日のゲストは元サッカー選手の田中隆さんです。はい、どうも。現役時代は毎日サッカー、今では毎週2日やってます。これが本当の週休2日なんつって。何を言うとんねん。あなた、あなたしっかりして。父さん頑張れ。お父さん、おじいちゃん、田中さん、ゆき、拓也、あかりさん、みんな、私は幸せだった。6時47、ご臨終です。あなた、おじいちゃん、父さん、田中さん、田中さん。